ノースカロライナ大学理事会はノースカロライナ大学システムの運営組織である。理事会はノースカロライナ州議会によって選出された24名の理事で構成されている。理事会は17のキャンパスからなるアンクシステムの総合的な決定、制御、監督、管理、ガバナンスを行っている。現在の形の理事会は1971年に創設された。 理事会の大きな役割の一つは、アンクシステムの学長の選出である。理事会は、たま数年の7月1日から2年間の任期で、議決権を持つ理事の中から議長、副議長、初期を選出しなければならない。現在の役員は、ランディ・ラムゼーが議長を、ウェンディ・マーフィが副議長を、パール・バリス・フロイドが初期を務めている。理事会は、ボブ・スコット知事のも 1971年に創設された。それまでのシステムは100人の委員で構成され、6つの州出資大学を管理し、州高等教育委員会が他の9つの大学を管理していたが、これに代わるものとして創設された。これにより、アンクシステムの32人の理事会、各大学の表員会と理事長が誕生し、 州内のすべての公立大学のガバナンスが一元化された。2019年、クーパー知事は理事の人数を24人に縮小する法案に署名した。ありがとうございます。